皆さんこんにちは。僕はですね、今アルゼンチンの首都ブエノスアイレスに来ております。先ほどですね、エアカナダのフライトを使いましてブラジルサンパウロから到着したんですが、今回ね、このブエノスアイレスで4日間ね、滞在する予定です。もしかしたら滞在伸びるかもしれません。とりあえず4日間滞在する予定なんですよね。で、このブエノスアイレスにはですね、僕は一応交通系チャンネルでやってるということで、昔ですね、日本の丸の内線ですね、今東京メトロになってますけども、 A 段の丸の内線で走っていた地下鉄車両っていうのが今でも活躍しているんですよ。ブエノスアイレスの地下鉄でね、そういったのも取り上げつつですね、滞在動画っていうのを軽く撮ってきたらいいかなというふうに思っております。あんま普段ね、滞在動画撮らないんですけども、今回ちょっとさすがにね、滞在日数が長いので、軽くね、撮っていきます。で、今ね、アルゼンチンに入国したわけなんですが、アルゼンチン日本人ビザいりません。短期滞在の場合は普通に入国するときにパスポートだけで OK、 滞在ホテルと滞在日数だけね、聞かれましたけども、非常に簡単に入国することができます。で、ご存知の通りですね、アルゼンチンの通貨アルゼンチンペソめちゃくちゃ暴落してるんですよね。で、今中の空港の両替所、銀行があるのでそちらで両替してきたんですけども、2019年とかだいたい1アルゼンチンペソ1ペソが2円ぐらいだったんですけど、今なんとね、1ペソ 0.18、 0.2 円なんですよね。びっくりよ、10分の1ぐらいの価値まで下がってしまってるんですけども、そんなアルゼンチン、ブエノスアイレスにね、今回滞在します。ということで本日もよろしくお願いします。ということで今ですね、ブエノスアイレスの空港にいるんですが、街の中心地のホテルにもう早速ですけど向かいます。今もう夕方4時で、ちょっとこの後仕事しないといけないので、ちょっと本日はあんま観光はせずに明日からね、観光していこうと思ってるんですけども、とりあえず、3泊するホテル押さえてるので、そちらのホテルの方まで移動します。で、この空港から街の中心地結構離れていて、移動する手段としては2つ、 Uber もしくはバスを使うことになります。鉄道はないので、今回ちょっとね、 Uber 使ってもうサクッとね、移動していきます。もう間もなくね、ウーバー到着します。だいたい今画像貼っておくと思いますけども、ここから3、40分かかりますね。で、これぐらいの価格になっています。もう1万ペソ超えてるからめちゃくちゃ高く見えるんですけども、これにかける 0.18 倍すると日本円になります。0.1 個消してもう2倍ぐらいすると、ちょうどいいぐらいなんじゃないかな。ちょっと多めにっていう感じでございます。あとね、流しのタクシーとか外出ると勧誘タクシーとか結構いるんだけども、結構ぼったくってくるみたいなんで使わない方がいいです。空港の制限エリア外に出たらタクシーのチケット売り場あるので、そこでね、公式のタクシー利用するようにしてください。もしくは Uber 使うか、あとはバスかですね。鉄道がないとちょっと不便だよね。空港からだいたい30分くらいでした。ウーバーでホテルの前まで着きました。今回めちゃくちゃいい場所に撮りました。ここね、議事堂のすぐ前なんですよね。ちょっとめちゃくちゃ逆光で申し訳ないんですけども。景色のいい場所でゆっくりと観光できそうです。で、僕が泊まるのはこちらです。イビスホテルですね。実は結構海外でイビスホテル泊まることが多くて、僕別にグループの会員とかそういったわけでもね、ステータス会員とかではないんですけども、結構安めなことが多いんですよ。今回ね、先ほどホテル取って3泊でだいたい2万5000円くらいでしたね。立地的にもかなりいい場所かな。近くにレストランとかいっぱいあるので、今回はこちらのホテル宿泊することにします。分けようかなと思ったんだけど、もうめんどくさいんでね、連泊にします。はい、ということで、もうチェックインはすでにできるのでね、サクッとチェックインして、じゃあ行きましょうか。ブエノスアイレス、いくつかイビスホテルがあるんですが、今回僕が泊まるのはこのイビスコングレソってところかなになります。はい、フロントこんな感じでチェックインしていきます。チェックイン完了しました。部屋なんですけども、こんな感じですね。めちゃくちゃ大きなベッドですが、超シンプルなお部屋になっています。テレビがある程度かな。で、ロッカーがあって、棚があって、デスクがあるという感じで、今回2階の部屋なんで、眺望は、前のビルしか見えませんね。はい、こんな感じになっています。この辺治安どうなんでしょうね。やっぱりアルゼンチン、ブエノスアイレスといえど南米ですから治安はね、よろしくないんですよね。なので夜遅い時間帯の外で歩くとか、そういったことはね、やめといた方がいいです。はい、で、シャワーブースとかもね、あるタイプの部屋でした。イビス系のホテルってね、シャンプーとリンスとなんかボディーソープ全部まとめられたやつ多いっすよね。ここもそうだわ。1個しかないんですよ。あれ、それぞれね、分けてくれてると、個人的に嬉しいんですけどもって感じで。1泊8000円ぐらいの宿なんで、文句言えないですね。南米って全然物価安くないですからね。そうなので、アルゼンチン旅行に関しても物価が暴落、いや通貨の価値がね、暴落した時に旅行すれば多分すごかったと思うんだけど、もう今はだいぶ落ち着いてるんで、合わせられてるんでね、その通貨の価値に合った金額に。なので、そんなにめちゃくちゃ通貨暴落してるからといって、うわ旅行めちゃくちゃね、安くできるっていうことではないんですよね。どちらかというとアルゼンチンは南米の中でも物価が安いうちに入ると思いますけどもね。はい、ということで
こちらで3泊、朝食はつけてませんっていうのも、近くにいろんなカフェあるんで、まあ、明日はね、近くのカフェで朝食を取ろうと思っています。はい、ということで、もう今日はですね、ホテルでちょっと今から思いっきり頑張って仕事します。明日、明後日ね、しっかり観光できるように終わらせるんで、また明日からね、動画撮っていきます。おはようございます。2日目になっております。今日ですね、朝8時に起きようと思ったらですね、なんとね、10時ぐらいまで寝てしまいまして、今の時間がもう午前11時になっています。ちょっと寝すぎましたね。昨日だいたい2時半ぐらい寝たんですけども、いろいろと、まあ、移動の疲れとかも溜まってたのかもしれません。はい、ということで今日ちょっと天気がね、微妙。昨日はまあ晴れてたんだけど雨降りそうだな。でね、もう夕方ね、6時とかになるともう真っ暗になるので、まあ、ちょっとささっと行きたいと思います。で、まだ朝食食べてないんだけども、そんな腹も減ってないっていうのが正直なところですね。まあ、どうしよう、とりあえず歩こうか。はい、もう散歩しながらいろいろと見ていこうと思います。で、まずメトロに乗りたいな。ブエノスアイレスにはですね、地下鉄が走っていまして、合計6つの路線かながあるんですよ。で、そのうちの B 線に元日本で走っていた丸の内線の車両っていうのが今でもね、乗ることできるので、ちょっとそちらの方に向かいつつ、この辺街並みが非常に綺麗なんでね、ちょっといろいろと見ながら歩きます。今いるのがコングレス公園っていうところなんだけども、雨降ってきたわ。マジか。もう雨降ってくるとね、観光はちょっと刺激になってくるんですけども、とりあえずちょっとじゃあどうしよう、いろいろ考えるわけですけども、まあ、立派な建物をね、見つつ、なんか適当にレストランでも探して入りましょうかね。まあ、アルゼンチンといえば、まあ、牛肉すげえ消費してるんですよ。主食が牛肉ってレベル、世界1、2位かどっちか忘れたんだけど、世界1位だったっけな、確か牛肉の消費量確か世界1位だったと思うんだけども、まあ、せっかくですから牛肉料理何か食べたいなと思います。南米にいるんだけど、ほんと街並みヨーロッパですよね。さすがは南米のヨーロッパとも呼ばれているだけあるブエノスアイレスです。この辺は結構散策ツアーとかもね、組まれてるみたいで、よく観光地で見かけるああいったバスもね、止まってますわ。今日は観光客の方はかなり少なめって感じですけどもね。ちょっとあちらの方行ったらいろいろありそうなんで、歩いていきましょうか。もうほんとノープランで行きます。ちなみにもちろん街中にはですね、マクドナルドもあります。で、今ね、ダブルチーズバーガーのセット見てきたんだけども、ダブルチーズバーガーのセットが9600ペソになってました。もうアルゼンチンの通貨に関しては本当にコロコロと変わるので、あんまり今いくら日本円にするとね、いくらになるかっていうのはちょっと言いにくいんですけども、9600ペソで売られてました。通貨の変化によって値段の設定細かく変えてんのかな。ちょっとそういったところも気になるよね。あとこれアルゼンチン、ブエノスアイレスの街の中なんですけども、日中は全然平和です。夜になると一気に人通り減りますけどね。あとね、大体どういった建物にもですね、しっかりと鉄の柵が店の前にね、こんな感じで付けられてます。僕の泊まってるホテルに関しても夜7時になると、まあ、あの柵がね、正面玄関のところにつくんで、ちょっとああいったところを見るとね、ああまあ察しだなって感じよね、治安に関しては。スーパーがあったんでちょっとスーパーに入りました。やっぱりね、物価とかも結構気になる方多いと思うので、サクッと見ておきましょうか。今ここアルコールのコーナーとかなんだけど、これあれだね、モンスターエナジーが1本2100ペソなんで、これドル表記ですけどアルゼンチンペソになります。2100、今日のレートでいくとゼロ1個消してだいたい2倍すると日本円になるんですよ。いい、400円もすんのこれ、高っ。思ってた以上にアルゼンチン全然物価安くないね。さっきも言いましたけども、本当にコロコロと通貨の価値っていうのが変わる国なんで、あんまりね、今言ってるこの数字が当てにはならないんですけども、ここに書いてる値段に関しては基本的に大体そんなコロコロ変わることもないと思うので、この値札とか見る感じ結構ボロボロになるまで使われてるんでね、大体これぐらいの価格かな。全部ペソ表記になっています。こんな感じですね。これワインとかですけども、なんかもうちょっと物価安いのかなと思ってたんですけども、実際はね、全然そんなこともない。ただ外国の製品とかはね、全然普通に手に入ります。水もこんな感じで売られてますね。水は結構安めかな、うん。ただここ言うてスーパーですからね、コンビニではないので。これもビールか、ハイネケンでかいサイズですね。ハイネケンシルバー売ってる、ちょっとアルコール弱めのやつね。やっぱ現地の物価一番測りやすいのはこのスーパーよね。スーパーとかに来るとこの国がだいたいいくらぐらいなのか、いくらぐらいで生活できるのかっていうのがね、食費に関してはなんとなくわかる気がします。あ、全然物価安くないわ。正直もっとね、物価安いと思ってたんですけども、もう大変だね。これヨーグルト1個700ペソでしょ。なるほどね、よくわかりました。
スーパーを出ました。ちょっとですね、今このスーベっていうカードを買いました。これね、ブエノスアイレスの地下鉄だったり、あとはバス乗るときに必須のカードです。地下鉄これないとね、乗ることできないんですよ。1回券とか、売ってないので、必ずこのカード買わないといけないんですよね。まあ、日本でいうところのスイカみたいなカードです。で、このスーベのカードがかなり今品薄状態でして、本来だとこういった地下鉄の駅の窓口で買えるんだけども、地下鉄の窓口に行っても在庫がないって言われます。僕今2駅行ったんだけど、2駅とも在庫なかったんですよ。で、こういった街の小さいなんか商店みたいなところでも売ってたりするしますし、あとは空港、ブエノスアイレスの空港でもね、なんか穴場で売ってたりするみたいです。なので今このね、小さい商店で買いました。他にもね、コンビニとかなんかスーパーマーケットとかでもね、買えたりするみたいです。はい、このカードないとね、地下鉄乗れないので、とりあえずあってよかったわ。チャージ式なんで、チャージをね、しながら使っていく形になります。で、今ね、あの2000ペソも入れてもらったんだけど、多分2000ペソ渡したんだけども、まあ、あの英語がね、通じない方だったんで、なんとなく身振り手振りだったんだけど、多分大丈夫だと思います。はい、まあ、2000ペソ、うん、ぐらいの金額ですかね。はい、ということで、もうこの後ね、地下鉄にも乗りに行きます。てか、昼飯だ。もうなんか普通に街歩いてると腹減ってきたんで、ちょっとなんか適当に店探してね、ステーキかなんか食べましょうか。店の前通ったらね、めちゃくちゃいい匂いする店があったんで、ちょっとこちらで食べようと思うんだけども、どうしよう、迷う、いいかな、なんかちょっと一目惚れっぽいんですけども、大通りから一本入ったところですね。評価めっちゃ高いんですよ、星5なんですよね。ちょっと気になりますよね。12時にオープンしてですね、すでに店の中かなりのお客さんに賑わってます。これはね、評価高いのもなんか納得だわ。で、結果的に言うとですね、シュラスコのお店ですね、まあ、ブラジルとか行くとシュラスコ有名ですけども、一応アルゼンチンにもあるみたいで、確かブラジルのシュラスコとアルゼンチンはなんか若干違うって聞いたんですけども、ちょ、早速ビール頼んだらね、めちゃくちゃでかい。で、英語のメニューが置いてないので、まあ、スペイン語を翻訳しながら注文する形になります。食べ放題ではなくて、必要なものを注文するとね、なんか持ってきてもらえるみたいなスタイルですね。とりあえずミニビーフと、あとチョリソー、うん、結構チョリソーも人気みたいなんで、今注文してるんで、この後持ってきてもらえると思います。もう多分それだけで腹いっぱいになるんじゃないかな。そう、去年ね、シュラスコ一人でブラジルで行った時にね、めっちゃ後悔したんですよ。あ、ここはね、一人で行くとこじゃない、なんかみんなでワイワイしていくところだなって思ったんだけど、また来ちゃいましたね。まあいいや、がっつり肉食べれるんだったら全然いいです。まずね、チョリソー頼んでみました。めちゃくちゃでかくてめっちゃうまそう。やば、これビール進むな。ちょっと一人でね、1リットルのビール飲まないといけないので、ちょっとゆっくり食べますけども、めちゃくちゃうまそうだわ、最高。チョリソーってね、いろんなところで食べるけど、基本外れないからね、どこで食ってもうまいわ。ちょっと画像で失礼するんですけども、頼んだビーフのミニステーキがこちらです。ミニと言いつつもめちゃくちゃボリュームあってね、焼き加減も最高でした。塩とかつけていただいたんですけども、ビールと超合う。1リットルのビールね、ちゃんと全部飲み干しましたからね。肉切るとこんな感じ。ここの店めちゃくちゃおすすめだわ。ぜひあのアルゼンチンブエノスアイレス来た際はね、行ってみてください。で、これでビールと全部合わせてお会計がだいたい2500円ぐらいでした。めちゃくちゃ安くないですか。最高でしたね、もう大満足で。その後なんですけども、雨降ってたんで近くの喫茶店カフェに入りました。ブエノスアイレスカフェめちゃくちゃ多いので、カフェ巡りとかね、好きな人にも持ってこいかもしれません。こちらでコーヒーを飲んで休憩。このカフェがですね、居心地良すぎてですね、もう1時間半くらいちょっと今電話でね、だべってたんですけども、もう気づけば3時過ぎてます。もうずっと雨降ってて、今ようやくね、雨止んでるかな。でもちょっとまたこの後天気予報見ると雨降り出すんですよね。もう今日はちょっとシーキビですね、いろいろと。てか降ってるな、まだ小雨。でもまあせっかくなんで、今から丸の内線の車両ですね、今回の動画の本題でもあります、そちらの車両ちょっと乗りに行こうと思います。で、ここね、 A 線の駅なんで、ちょっと B 線が走ってるエリアまでね、今から移動します。乗り換えで多分2回ぐらい乗り換えないといけないと思うんだけども、とりあえず乗り換えていこうか。元丸の内線で走っていた車両っていうのが第3機場のタイプの車両なんですよね。で、そのブエノスアイレスメトロので第3機場っていうのが B 線のみみたいなんですよ。なので B 線でしか走ってないので、ちょっと今からね、 B 線の駅まで移動します。パスコ駅から列車に乗ります。改札の中にすでに入っています。このね、スーベカードっていうのはタッチして改札通るだけです。入るときにタッチするだけ、出るときはね、いらないです。で、1乗車、均一で決まっています。どんだけ乗っても1乗車125ペソでした。まあ、これね、2024年5月現在の話ですから、結構料金もコロコロ変わってるみたいなので注意してください。とりあえず今のところは1乗車125ペソですね。なのでだいたい20何円ぐらいで乗ることができるんで、めちゃくちゃ安いです。列車やってきました。まずは A 線のメトロになります。これ別に日本製とかではね、ないですね。結構近代的な車両で快適そうですね。
何両つないでるんだろう、4両かな。曜日によってね、終電の時間とかっていうのも変わってくるので注意してくださいね。では乗ります。3駅移動です。乗車しました。意外とね、車内は狭めですね。こんな感じ、ロングシートになっていて、まあ、いわゆるその東南アジアとかの MRT とかと雰囲気はすごく似ています。椅子は固めですね。これで3駅、リマ駅まで移動します。一律で25ペソなんでかなり安いよね。この車両なんですけども、中国製になっています。で、今から行く B 線は今のところはね、日本で走っていた車両が使われてるんだけど、今後すべてこの中国製の、ね、車両に置き換えられる予定があるんですよね。すでにメインの A 線は中国製の車両が活躍しています。やっぱどこ行っても中国の文字は見るよね。すごいよね、シンプルに。コングレソ、僕のホテルのある最寄り駅ですね。うわ、ちょっとブレーキの制動がなかなか強め、乗り心地はね、いいとは言えませんね、正直。でも今どこにいるのかランプで知らせてくれる分かりやすい装置もね、ついてます。車掌さんも乗ってますね。列車は3駅、リマ駅に着きました。 A 線なんですけども、駅間がめちゃくちゃ狭いので、一瞬で次の駅、次の駅、次の駅とね、続いていきます。ここで C 線に乗り換えて、さらに1駅か2駅かな、移動すると B 線の接続駅になります。車内の雰囲気はすごく良かった、全然治安が悪いなとかはね、一切感じません。ただ時間帯によっては結構危なくなると思うので、まあ、その辺はね、注意。もうこの黄色い線の内側というか、ホーム側をね、なんていうの、その壁側を歩くとか、そういったことは徹底しておいた方がいいです。まあ、これは北米南米どちらでもね、同じだと思います。ではこのまま C 線に乗り換えます。書いてね、 C ってね。 C 線の列車がやってきました。さっきと一緒かな。今回はこちらの車両で1駅、隣の駅まで移動です。うわ、結構混んでるな。まだ3時半なんだけどね。割とすぐドア閉まるんで、さっさとね、乗り込みます。7分間隔ぐらいで運行されてますね。1駅だったんであっという間です。 B 線との乗り換え駅に着きました。もうめちゃくちゃ混んでたんでね、全く動画満せずでしたね。まあ、車内はやはりスリとかは多いと思うので、その辺はね、気をつけた方がいいです。で、この駅結構メジャーな駅というか大きな駅でして、 C 線だけではなくて B 線と D 線も乗り入れてるみたいですね。で、今から乗り換えるのは B 線になります。 B 線以外の路線に関しては第3機場じゃないんですよ。どういうことかというと、上から電気を集めて走らせるんですけども、 B 線に関しては第3機場のはず、まあ、つまりその電気をね、この線路のすぐ横の機械から集めるんですよね。まあ、日本の地下鉄とかでもたまに見られるタイプの第3機場です。乗り心地はね、あんまり良くない。結構揺れますね。ブエノスアイレスの地下鉄自体は1913年に開業してるんで、実は日本の地下鉄歴史よりもね、長いんですよね。日本の地下鉄って確か1927年かな、銀座線ですよね。で、公営の地下鉄の最初は確か31年の大阪だったと思うんだけど、大阪の地下鉄、ブエノスアイレスは1913年からあるということで、なんかこういった駅舎もね、かなり古いです。で、あとめちゃくちゃ地下深くにね、作られてるなっていうのを強く感じますね。 B 線はこれ上か、落書きも結構多いね。 B 線のホームにやってきたんですが、早速来ました、元 A 団の丸の内線で活躍していた車両です。300系および500系の形式が使われてるのかな。うわ、すげえ、ほんま日本っぽいな。まあ、当たり前なんだけど、日本の列車なんで、元々もう早速乗っちゃおう。うわ、このコンプレッサーの音がまさしく日本って感じがする。ほとんど日本の車内と同じような状態で使われてるみたいです。
今はね日本の車両だったり、あとねこの B 線スペインのマドリードから送られた地下鉄用の車両っていうのも使われているんですけども、どちらもね中国製の新型車両に置き換えられる予定です。なので、まあ、早めにね乗っておいた方がいいですね。まあそれこそ1960、70年代とかに、まあ、90年代後半まで日本では使われていたのかなこの車両で、一部ねアルゼンチンまで送られてきたこの元丸の内線の車両なんですけども、日本に里帰りした車両っていうのも存在します。今日本でね、確か胴体保存かなされてたと思うんですけども、まあ、この車両300系400系500系形式っていうのはなんか今のね高性能な日本の車両がありますけども、それの基礎となった車両なんですよね。なので貴重ということで東京メトロがねアルゼンチンに送られた車両をまだ買い戻したみたいな話もあります。これとか英断のマークなんじゃないの、この扇風機のマーク。車内の匂いはね今でもなんか日本でも地方とか行くとこんな感じの匂いの車両走ってるよ。この車両の形式とかは全然よく分かんないんだけども、ちゃんと乗務員室とか漢字表記で残ってますね。わあすごいな、これちょっとテンション上がる。もちろんこういった機器類も日本当時のままですよね。わあすごっ。あ、ここ終点かな、この列車折り返すみたいですね。列車出発します。ちょっと出発見送ろう。運転手さんがねあの乗務員室のところで指さして見せてくれた、すげえ親切。若干ね車体に改造はね加えられてます。あともともと赤だったんだけど黄色にね塗り替えられたみたいです。まあそういった改造は受けつつもですね、今でも車内とかほとんど日本のまま走ってるんで面白いよね。はい、では次またこっちに来る車両で戻ります。ちょっと一回ね改札出てもう一回タッチしてね中入ってきます。またまたやってきました。続いてやってきたのも元丸の内線の車両ですね。なんだまだ結構走ってるね、3連続でこの車両だ。日本のね鉄道の基礎となった車両ですからやっぱ貴重よね。一回海外に送られた車両がまた日本に里帰りするなんてなかなかないことですからね、まあ、それだけこの英断の300系500系車両が特殊かってことですよね。こういった車掌用のスイッチとかもちゃんと日本語で書いてる、東洋電機って書いてるね。あと前中前後ろ切りですね、レバー。ああ三菱のマークだ。あすげえテンション上がる。こういうのもう何年この車両で走ってんの、このブラジルじゃないわ、アルゼンチンに来てからすでに二十何年とか走ってるんで、もう日本で走ってたことも考えるともう70年近い車両のやつも存在するんですよね。すごくないですか、こうやって今でもね丁寧に扱ってもらって走ってるっていうだけでもうすごいよね。
アルゼンチンのメトロの中ではよくね、車内で物売りをしている方を見送ることができます。各乗客、座ってる乗客の上にね、商品を置いていくんですよね。で、この後また戻ってきて回収していきます。で、その時に買う人はね、これ買うわって言うと、その場でね、お金と交換って形になるんですよね。今駅に着きましたけども、この瞬間にドア開いてね、そのまま持ち逃げされたらどうなんでだろうと思ったりするんですけど、一駅ずつ、一車両ずつね、こんな感じで売ってます。途中の駅で下車しました。結構乗ってきましたね。15分ぐらい乗ったんじゃないかな。反対側の列車また見てるわけですけども、めちゃくちゃ加速いいですよね。まあ、その分車内結構揺れるんですけどもね。いや、なかなかね、面白い列車乗れてよかったなと思います。まあ、今回アルゼンチン、ブエノスアイレス来た目的の3割ぐらいがこの元ね、丸の内線の車両に乗ることだったんで、まあ、これでだいぶ来た意味があったなって感じがします。今日ね、雨であんま何もできてないんだけど、ほとんど待ちぶらしただけですけども、まあこんなもんでいいかな。また明日は天気いいみたいなんで、まあ、明日はそれこそね、ブエノスアイレスの、まあ、主要観光地、行きたいところがちょっと何か所かあるので、そういったところを巡ろうかなと思います。はい、ではもう今ね、夕方の5時前なんですけどもね、もう何気にいい時間なんですよね。結構もうちょっと街ブラブラしてね、今日はホテルに戻ります。晩ご飯どうしようかな、いらないかもね。さっきの肉が全然お腹に溜まって腹減らない。結構ね、海外旅行するとき僕1日2食のことが多いので、今のところはもう今日晩飯いいかなっていうふうに思ってます。おはようございます。3日目の朝です。今日めちゃくちゃいい天気ですね。はい、では早速なんですけども、今からですね、あのオベリスコとあとマージョ広場、そちらの方にね、向かいます。まあ、ブエノスアイレス来たら行っとくべき場所だと思うので、ちょっとあと1個ね、あのめちゃくちゃ有名な本屋さんもあるんですけども、ちょっとそちらもね、見に行きたい。世界一綺麗な本屋さん、世界一美しい本屋さんだったかな。元オペラハウスだったところを本屋さんに改造したところがあるんですけども、ちょっとそれぞれ場所離れてるんで、まあ順番にね、行こうかなと思います。ポンポンポンと行きますよ。ではよろしくお願いします。写真撮ってたらね、通行人のおっちゃんに教えてもらったんだけど、これ宮殿だそう。オフィスビルなんだけども、高さ100メートルで、今フリーの散策ツアーしてるガイドさんもね、ここで立ち止まって喋ってますわ。すげえ、ほんと街がね、ヨーロッパなんですよね。なので南米にいるんだけども、南米にいることを忘れさせるぐらいヨーロッパの雰囲気です。めちゃくちゃ綺麗建物、100メートルだって高さ、すごいね。宮殿、すごい交通量の多い大通りの中にそびえ立つのがですね、こちらオベリスコ、ブエノスアイレスの象徴ともなるような塔になります。この塔は1936年かなにできたみたいなんですけども、400メーター、想像してたよりもめちゃくちゃでかいな。おお、すげえ、こんなね、大通りの中に一本立ってるんで、すごい存在感もあります。まあ、この辺りは観光地になってるので、お土産屋さんとかもめっちゃあるし、いろんなお店もあるわ。サムスン、ギャラクシーの広告も出てる。サムスンすごいな。あとはマクドか。いやー、ようやく来れたよ、ここ。こっからね、マージョ広場までもちょっと歩いていけるんで、歩いていこう。あのタクシーとかウーバー使ってもいいんだけど、街並み見ながらね、行きたいので。ほんとね、歩いててめちゃくちゃ気持ちいい、この街。ちょうど風も吹いててね、適温で最高ですわ。雨降るとちょっと寒いんだけど、晴れてるともうちょうどいいです。この目の前に見えてる建物、アルゼンチンの国旗が上がってるの見えると思うんですが、これね、ブエノスアイレスにある裁判所になります。で、裁判所のすぐ目の前ですね、対角線上にあるこちらの建物、これが有名なコロン劇場、オペラハウスです。まあ当たり前だけど、オペラハウスってやっぱり立派よね。一つ一つ彫刻とかも結構されてると思うんだけども、めちゃくちゃ丁寧に作られてるなっていうのをひしひしと感じます。今日多分別に公演日とかではないと思うんだけども、結構周辺はやはり観光地の方、写真撮影にね、来られてます。ちょっとめちゃくちゃ逆光で申し訳ないんだけども、このオベリスコからもう歩いて5分ぐらいで来れるんでね、ついでに来ました。
このままね、マージョ広場まで歩いていきます。多分20分弱歩くんじゃないかな。でもね、街並みが本当に美しくて、歩いてるだけですげえテンション上がるんで、全然苦じゃないですね。マージョ広場の方に着きました。今現在でもアルゼンチンブエノスアイレスの歴史と政治の中心的な場所、マージョ広場、1810年革命にちなんでね、名付けられたこの広場、五月広場ともね呼ばれています。で、この広場の中心となるのがあちらのオベリスク、独立ですね。奥に見えるのは大統領府になります。まあ、大統領府があることから分かる通りね、今でも政治の中心地となってるんですよね。今現在まあこんな感じで広場になってて、まあベンチとかもねいろいろあって、市民の憩いの場にもなってるんですけども、マージョ広場、ブエノスアイレスで、まあ、おそらく一番のね広場、観光地になるんじゃないかな。今日朝ね、ホテル近くのカフェでクロワッサンとコーヒーしか食べてなくて、ちょっと普通にお腹減ってきたんですよね。ちょうど今時間帯も昼時ですから、ちょっと今からですね、昼食食べに行こうと思います。で、まだ何食べるかとかっていうのも一切考えていないんで、ちょっとまあ待ちぶらしながらね、良さげなレストランがあれば入ろうかな。観光客がこの辺多すぎる。日本人いないけどね、さすがに。てかアジア人ほぼ見ないね。中国人ですら見ません。ちなみになんですけども、この奥に見えるザ・ピンクハウス、大統領府、そしてこのマージョ広場のオベリスクで、こちらにねメインの通りが一本あると思うんですが、この道をねずーっとまっすぐ行くと合同庁舎だったり国会議事堂、まあ、僕の泊まってるねホテルまでたどり着きます。なのでホテル出てねずーっとまっすぐ行けばね、ここに直線で来れたんですけども、まあ、今回ちょっと寄り道をしながら来た関係でちょっと時間かかりました。いろいろとですね迷ったんですけども、なんかグッと来る店がなかったんですよね。で、なんか単純にハンバーガー食べようと思って、まあさすがにマスド行くのもどうかなと思ってね、その横にこのモスタザっていうバーガーチェーンがあったんだけど、これアルゼンチンのファストフードチェーンだそうです。いいね、ここにします今日の昼飯。マクドの横でやるってなかなか強気だなと思うんだけど、アルゼンチンで2番目に多い、店舗だそうです。1番は左にあるマクドナルド、やっぱマクド強いよね。ではちょっと今回モスタザでいただきます。モスタザ、こちらがメニューになるんだけど、うわーすげー重そう、チーズたっぷりって感じかな。全部ペソ表記になってますね。これやばいね、これやば、どうしよう。メガベーコンうまそうだな、食べれるかな。まあいいや、これにしよう。メガベーコンミディアム1万ペソかな、セットにするとフォークにしよう。うわすげー、チェダーチーズとベーコンつけたらプラス2100ペソになる。もう今普通のポテトで、ちょっとこの後外でね甘いの食べたいんで、デザートはここでやめておきます。いろいろとカスタマイズもできるね、セット。これで1万100ペソになります。モスタザ食べますけども、なんか写真と全然違うな。ちょっとこれ写真詐欺じゃないって感じなんだけど、一応ベーコン入ってるけど全然メガじゃねえしハンバーグでかいけどね、なんか思ってたよりも量少なめですね。でポテトとコーラ、これで1万ペソですから1800円ですからね、高っ。やっぱりねこういうなんかファストチェーン店、なんかあんまり聞いたことないファストチェーン店とか行くと、いかにマクドってすごいなって思うな。うん、まあ味が良ければそれでいいんだけど。モスタザです、ごちそうさまでした。意外とですね腹持ちとか量多かったね。ハンバーグはめっちゃ美味しかった。あの隣のマクドナルドのハンバーグよりもパサパサした感じがなくてね、美味しいなと思いました。はい、ということでポテトはやっぱマクドナルドうまいよね。以上モスタザでした。ぜひねアルゼンチン来た際はアルゼンチンのファストフードを試してみてください。食後の運動にまたね街を散策してるんですが、奥にルナパークがありますね。なんか芸術センターみたいなところです。でちょうど今このバスの反対側に大統領府、さっきまでいたねピンクハウスがありまして、
こっち行くと川流れてると思うんで、ちょっとそういったところまた見に行こうかな。奥に高層ビルいっぱい見えますけども、ブエノスアイレスカジノあります。ちょうどあのね、高層ビル群があるあたりがカジノとかいっぱい集まってる場所なんじゃないかなと思うんですけども、まあ賭け事好きな人もね、楽しめる街になってますね。僕ね、マジでカジノセンスないんでやらないんですよね。もう理由そこ。オランダとかでね、何度かやったことあるんだけども、センスがなさすぎてね、本当負ける一方なんでやらないです。ちょっと期待だよね、大阪万博あるしね。ちょっとまた考えます。この茶色い建物が歴史博物館だそうです。ちょっと行こうかなと思ったんだけど、今日は残念ながら休業日でした。行けません。この平日の昼ね、過ぎの2時ぐらいの時間帯ってちょうどいいよね。穏やかな光景が広がります。なんかほんま昼間と夜で、ね、全然雰囲気が違う。街の夜はね、かなり人通りも少なくなってちょっとあれなんだけども、昼間は全然もう普通です。先ほどの場所からね、30分ぐらい歩いてきました。こちらビルとビルの間に挟まれる建物、エル・アテネオっていうね、本屋さんになります。もともとオペラハウスだったのを本屋さんにね、改造して営業してるんですよね。世界で2番目でした。1番目ではなくて2番目に美しい本屋さんということで有名です。もちろんね、本屋さんなんで普通に中入ることできます。入りましょうか。店内に入りましたけども、まあオペラハウスとしてはね、そんなに大きなオペラハウスではないですね。ただこんな感じ、ちょっと本屋とはね思えないような構造になっているんですけども、しっかりとした本屋さんです。まあ、観光地になってるんで、まあ、僕みたいにね、別に本買いに来た人以外もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、世界で2番目に美しいと言われている本屋さん、エル・アテネオです。この舞台のところは喫茶店みたいにカフェになってんのかな。コーヒーとかいただいたりして本読むこともできます。ここはね、来てみたかったんですよね。これで満足。いや、店内ね、美しくて良かったですね。外下から見るとこんな感じになります、外観ね。ぜひブエノスアイレス来た際は訪れてみてください。ちょっとカフェ入ってゆっくりコーヒーでも飲もうかな。ほんとカフェ多いので、まあ、カフェ巡りとか好きな人はブエノスアイレスね、多分めっちゃ持ってこいだと思います。晩ご飯どうしようかな。またさすがに晩ご飯はなんかレストランとかで食べようと思ってるんで、ちょっとまたそういったのもね、考えないといけないですね。穏やかでいいです。晩飯なんですけども、まあ今日でね、アルゼンチン最後、明日アルゼンチン出国するんで、ちょっと最後はアルゼンチンっぽい料理食べたいなということで検索かけると、まあこのレストランが結構評価高かったんで、ちょっと今回こちらでいただこうと思います。今のところ店内もそんなに混んでないですしね、雰囲気も結構良さそうです。ちょっと晩飯はこちらにします。店内入りました。どこ座ってもいいよって言われたんで、ちょっと真ん中の方の席まで来たんですけども、まあ、あの普通にいろいろ迷ったんですよ。自家製のグリルとかいろいろあるんだけども、ちょっとなんかパスタの気分なんで、自家製パスタもなんかおすすめって言われたんでパスタにしました、今回。あとまあチョリソーとか、キルメスのビールですね、アルゼンチンのビールなんですけども、それもねオーダーしています。 Thank you。キルメスビールってやつですね。初めて飲む、今回アルゼンチン滞在で。グラシアス。日本でいうところの一番搾りとかスーパードライみたいな感じかな。アルゼンチンの国内で一番のシェアを誇るビールだそうです。
ちょっとクラフトっぽいかな、まあ、でも美味しい美味しい。本当ね、あのブエノスアイレスって南米のパリって言われたりもするんだけども、だけあってね、この付け合わせとかで出てくるパンめちゃめちゃ美味しい。これあったかい状態で提供してくれて、ふわっふわ、何もつけずに食べても、ね、めっちゃうまい。これすごいね。今日の朝とかもクロワッサン食べたんだけど超うまいの。どこでパン食べても美味しいわ、この国。今日も京都でチョリソーです。動画にはないんですけども、実は1日目の夜もねチョリソー食べてて、で昨日もチョリソー食べて、で今日もチョリソーですね。3日連続チョリソー。この極太のソーセージうまいんすよ。これがこういうのね、つけて味変して食べるのもいいですし、このまま食べてもね全然美味しい。メインが来ました。パスタというとね、スパゲッティではありません。これね、緑のほうれん草になります。めちゃめちゃうまそう、やば。でこのチーズをねお好みでかけていただくみたいです。ちょっとグラタンっぽいけどね、めちゃくちゃうまそう。めっちゃいい匂いする。この店ね、結構シェアする量のものが提供されるんで、一人で来るのあんま向いてないかもね。周り見てるとね、ステーキとかでっかいの頼んで、みんなでそのステーキをシェアとかしたりしてね、食べてる方が多いですね。うわ、でもまあいいわ、これ一人で食べますよ。めっちゃうまそうなんで。店員さんもねすごい親切で良かったです。あれだけ食べて1万5000ペソでしたね。いかにね昨日のシュラスコの店が安かったかっていうのを、まあ、改めて思ったわけなんですけども、まあ、ここも十分美味しかったんで、まあ、個人的にはおすすめです。はい、ということで、もう今ね夜8時なんですけども、8時にもなるとねやっぱ寒い。上着ないとね結構寒いな。よし、では最後コンビニで買い物だけしてね、飲み物だけ買ってもうホテルに帰ろうと思います。明日また朝早いんでね、ホテルの近くの方まで戻ってきました。今の時間帯午後8時過ぎなんですけども、まだランニングしてる人とかもいるし、犬のね散歩とかしてる人もいらっしゃいますね。そう、結構ねブエノスアイレス犬飼ってる人多いで、しかも大型犬ばっかりなんだけども、犬の散歩してる人いっぱいいるね。ここ犬のたまり場みたいになってて、この時間帯とか多分犬めっちゃいるんじゃない？初日来た時とかすごかったよ。その分犬の糞とかもね落ちてたりするんで、まあ、足元気をつけて、ちゃんとマナー守る人もいるし、やっぱマナー守らない人もいるんですよね。犬のうんちの処理をねしない人。はい、まあ、そんな感じです。はい、ということでですね、まあ、40分ぐらいの動画になりましたけども、まあ、ブエノスアイレス、まあ、こんな感じでね動画締めようかなと思います。まあ、今回はブエノスアイレス首都だけの滞在でしたけども、まあ、今日3日目、まあ、明日の朝までいるんですけども、まあ、4日間いてね、ああしゃっくりが止まんない、非常にいい街だなと思いました。すごい南米にいるんだけどもヨーロッパのような街並みが広がっていて、人もすごい穏やかな人多いし親切な人も多いで、一部現金使えない店とかっていうのもまたあるので、やっぱりアルゼンチン旅行する際はごめんなさい、しゃっくりが止まんない、現金をね用意しておいた方がいいのかなというふうに思います。まあ、またですね、アルゼンチンに関してはまだまだ自然、大自然のね、それこそ観光地とかっていうのもいろいろあると思うし、そっちの方もまたいずれ行きたいなと思ってるんで、もしかしたら今年の夏また来るかもしれない。とりあえずね、今のところ1ヶ月近く南米をね周遊する予定なんだけど、ブラジル以外あんま考えてないんだけども、もしかしたらまたアルゼンチンね来るかもしれないんで、またその時ね、しっかり動画撮れたらいいかなと思います。今年の夏に関してはもうブラジルを徹底的に観光するんで、まあ、ちょっと観光動画増えると思うんですけどもね、またよろしくお願いします。はい、ということで、本日の、ね、動画はこの辺で終わりたいと思います。明日の朝ですね、アルゼンチンを出国して、またね次違う国の方に移動します。またよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。